今回のですねアートナイト今週末にありますけれどもそちらのディレクションもされていますアーティスト日比野和彦さんです、えー、拍手でお迎えください、えー、おはようございますあの、えー、今週末アートナイト、えー、六本木アートナイトが、えー、土曜日、えー、日曜日ありますあの今日はまあそのタイミングであのアートナイトの話一体何が起こるのか何やるのか、えー、っていう話をちょっとさせていただきます六本木アートナイト今年で 4, 4年目、四ですねであの、きっかけはですねここの森美術館ができました、でミッドタウンにサントリーミュージアム2121、そして国立新美術館ができた、あの一気にです、ね、六本木がアートっていう、えー、拠点になってきたということで始まったのがきっかけで、で今年からですねこれまで実行委員会は、あの森美術館の南条館長、 さんが南條さんが、えー、ディレクションをやってきたんですけども今年からアーティスティックディレクターということで、えー、日々のやってくれないかということで、あのー、回ってきたんですねで一番、まあ、南條さんに言われたのは、まあ、アートナイト自体、まあ、アートナイトもあの参加されて見てる方々もいると思いますけども、まあ、作品が街、えー、の中にいくつかあるっていうのは分かるんですけどもアートナイト自体を一個の大きなメッセージが発せられるものにできないかということで今年はですね、あのー、東大が 出現しますアリーナに、えー、ちょうど今日から、あの素材が、材料があの取り込んで,です、ね、この後も現場に入るんですけどもで、灯台の明かりを何にしようかということで、えー、陸前高田の縁外、ね、杉の木を持っていきます。えー、この間、切りに行ってきました、これ、私ですけども、チェーンソーで縁外杉切ってですね、えーまあ、杉って潮に弱いんですね、津波で潮に使って立ち枯れしてしまった木を、 えーまあ、ほっとくと商品にならないので早めに切って、えー、あの伊藤豊さんがきっかけなんですけども伊藤豊さんがみんなの家という家を建てました、えー、そこで使っている塩害杉杉というものを、えー、使ってで,す、ね、でも最初は薪で火を燃やそうと思ったんですけど煙が出ちゃうなかなか都会で煙が出るのはちょっとあの難しいのでじゃあどうしようかということで炭にすることにしました。で炭焼き小屋、えー 菅野さんというですね、えー、菅野房夫さ,さんというところの炭焼き小屋にお邪魔して、えー、炭をこの間作ってきました、えー、そしてその炭の、えー、を火種にした明かりの燃料にした灯台の周りに、アリーナの周りにですね、やっぱり船が欲しいなとということで、船が出演します、えー、10艘船がやってきます、その船、どこからやってくるかというとです、ね、これは岐阜の昨年の国体ですけれども。 その岐阜の国体のオープニングのディレクションを僕がやらせていただいて、岐阜清流国体という、まあ、清い流れ、清流がテーマの国体でした、そのオープニングでこの400メートルのトラックを船がぐるぐる回るという、そこで使ったこの船を六本木に持ってきます、今年はあは東京は国体なんですね、東京は国体と言わずにスポーツフェアと言ってますけども、まあ、岐阜から東京へ、あの国体つながりということで持ってきます。そしてもう一つですね あの今日からワークショップが始まります、えー、とウェストウォークの ところでで始まるんですけどもこれは横浜で行ったワークショップなんですけどもこの時の手法を持ってきて段ボールで船をすぐ六本木造船所というワークショップを行いますでこのような船何で始まったかというとですねこれ朝顔から始まってるんですねこれは新潟のつまりアートトリエンナーレの模様なんですけども朝顔の種を全国各地に展開していたた時に朝顔の種を見てるとですねえ船の形に見えてきてでこの種にいろんな記憶が詰まっているんだなというところで 種の形をした船を作るプロジェクト種は船プロジェクトっていうのが展開しましたでこれは舞鶴でやった2010年の模様ですけども後ろにあるのが丸っこい種ネの形をした段ボールの船ですねでまあ最初は段ボールで作ってたんですけどもやっぱり海に浮かべたいエンジンをつけて航海に出たいっていうことでこれが去年エンジン付きの種は船を作って舞鶴から新潟まで8 2日間かけて31の港を寄港して ししてきましたこの船もです、ね、23日の夜、66のメドロハットの前にやってきます、で新潟に着いた、去年7月に2月潟に種は船に着いたんですけれども、そこで迎えていたのが、この灯台です、浮き灯台ですね。 えー、水と土の芸術祭というのが新潟市が、あのー、主催している芸術祭がありまして、えー、水灯台、土灯台、えー、動きたい灯台、動けない灯台ということで、このさっきの灯台もです、ね、毛利庭園に土曜日やってきます、でそしてこれはです、ね、東北で、えー、今年の3月11日の日に行った大市町ですね、ひょっこりひょうたん島、ちょうどひょっこりひょうたん島が山と天の間にちらっと見えてますけども。 去年から行っている東北の小指の湯船という行事です東北の小指の湯船というのは岐阜でやってた小指の湯船とのつながりで展開しているんですけれども船の表面にはですねこういうみんなが切り張りした模様の色紙を貼って展開しています昨年のハートナイトでもこのワークショップを行っていますでもう一つ東北とのつながりの支援活動としてこれハートマークビューイングという活動ですけれども ハートマークの切れを振るあの生地とかなんかで作ってです、ね、パッチワークしてつないで最初は体育館などの避難所その後は仮設住宅最近ではあのいろんな展開をしております。 でそしてもう1つ、あのー、アートナイトで展開するこれマッチフラグプロジェクトというんですけれども、えー、これはサッカー協会と一緒にやっているプロジェクトで、ことしはです、ねあのー、ヨルダン戦、3月26日、えー、いよいよ日本がワールドカップ出場決定する試合がありますけれども、これをテレアビ朝日の、えー、アトリウムで行います。でえー、サッカー絡みでで、えー、これもです、ね、六本木中学校でやる あの人あのアートナイトの一個のイベントですけども、日々のカップという段ボールでゴールを作って、エアパッキンでボールを作って、えー、5対5でやるミニサッカーですね、えー、今、あのー、チーム募集中でやってます、でこれはですね、芋洗坂にある、えー、水産経済新聞社という新聞社があるんですけども、そこで芋洗坂新聞という新聞をですね今日今日確か出ますね。 えー、皆さんの,あのヒルズ六本木、えー、ミッドタウン、えー、にいる方は手元に届くと思いますので、ぜひ見てください。でもう一つ、これはですね今日僕、どこから来たかというと、これ、金沢なんですけども、金沢21世紀美術館で、えー、今日あの深夜バスで先着いたんですけども。 昨日までやってた展覧会で、この下にこれ、和紙ですね、和紙に、えー、今、垂直の庭園のパトリック・ブランの作品があるんですけども、そこで落ちてたん、それを新聞と見立ててですね、昨日その新聞が金沢で発行されて、今朝着いたと。という、いろんなことがあるということが分かってもらえればあのいいかなと思いますけれども、とにかく盛りだくさんでですね。えー、っと パンフレットがあの先週ぐらいできていろんなところに置いてあると思います。あの六十四ページのあの、えー、ありますので、それぜひ見てですね土日あのおいでください。ありがとうございました。ありがとうございました。ち,ちなみにアートナイト今まで行ったことある方ってどれぐらいいます。結構少ないで、ね、あ割と少ないですね。はい、ね。じゃあ今年は行く人行く人。はい、ありがとうございます。<laughs> ちなみに日比野さん、ご自身で特にこう思い入れあるというか、見ていただきたいなみたいなのって、さっきの船、灯台がまず、あの皆さんせっかくあのここにいるんでしたら、毎日、灯台があの立ち上がる、8メートルの灯台が出来上がりますので、今日もあも帰り、見ててください、えー、明日明あさって、23日に向けて立ち上がりますので、で一番あの見どころはです、ね、23日の夕方、あの夜の7時ぐらいかな。 東台の周りに船が5艘ぐらい来るんですそこから船が一艘、町に出港するシーンがありますのでぜひそこが一番こう見どころかなと、はい、ぶっつけ本番でやりますので <laughs> <laughs> 楽しみにしております。ありがとうございました、はい